新型コロナワクチンの職場や大学での接種が今日から県内でも本格的に始まりました。東北大学は大規模接種会場を活用し1日最大500人に接種します。東北大学の職域接種の会場です。ここはこれまで実施されている新型コロナワクチンの大規模接種の会場でもありまして、今日は2回目の接種を受ける高齢者も来ています。受付ブースなどではこのように高齢者と学生が同じ空間にいるという様子が見られます。東北大学の職域接種は JR 仙台駅東口の大規模接種センターの一角を会場に今日から始まりました。対象は東北大学の学生や職員合わせておよそ2万1000人で、接種は東北大学病院の歯科医師が担当します。会場では高齢者を中心とした大規模接種も行われているため、職域接種専用のブースを2つ設けたほか、一般の接種者と区別するため書類を挟むバインダーを黒色に変えています。東北大学によりますと1日最大で500人の接種が可能で、午後5時までに予定されていたおよそ500人全員の接種を終えたということです。少し家族とかにも会いやすくなるかなと思いました。対面授業もできれば嬉しいですし、まあ、部活動なんかも、まあ、私は引退してしまいましたけど、始まればいいなとは思います。東北大学では来月16日までに希望する学生や職員の1回目の接種を終える予定です。また大規模接種会場のレイアウトを見直したことで効率よく動線を確保できたことなどから、一般接種と合わせた1日の受け入れ人数を今週末にも最大2500人から3000人に増やすということです。我々のところで接種が進むことによって、まあ、地域の接種の推進の負担が、少しでも軽減されるのではないかと期待しているところであります。